ラケコンって遠征の時運ぶの大変ですよね。今ではプロゲーマー御用達のセイントセイヤーの、クロスを入れる箱みたいな専用リュックが出ていますが、ガモコちゃんが現役で大会出てた頃は皆さんどんな装備で運んでいたのですか？登山用とか釣り用のリュックとか、そんなユニークあふれる格ゲーマーの運搬法が聞きたいです。はい、お便りいただきありがとうございます。あれなんですよ、私の現役時代ってアケコン持ち運ばないんで、なんですか、ゲームセンターで やるから、手ぶらです。サンダル、携帯と、なんだ、財布だけ持って、京都に行くとか、そういう感じですね。ちょっと行こう、みたいな。まあ、車とかでよく行ってましたけど、アケコン持ってかないんですよ。残念ながら。あとは、まあ、同人格ゲーだったら、パッドだったんで、自分の使うパッドは、普通にポケットに突っ込んでって持ってってましたね。特にね、何のひねりもないですね。残念ながらね。残念ながら何のひねりもないですね。で、まあ、俺が現役で大会出てた頃は、じゃあ、まあ、一旦置いといて。あ、でも、そうだな。俺がその KSB のアンダーナイトで、そこそこ勝った時、ベスト16だっけ？とかの時は、ちゃんとアケコンをリュックに入れていきましたよ。でも、その時は、あれでしたね。普通の、20リットルぐらい入るやつかな。ちょっとデカめのバッグにアケコン突っ込んで入れていきましたね。着替えとかも込みで。なんで、何のひねりもないですね。何のひねりもない。あ、そうそうそう。その会場にはリュックで行くんですけど、会場の中だと手提げ袋。なんだろうね。俺が前なんかね、伝えた時はオタク袋って言ったんですけど、なんだろう。コミケとかイベント会場でよくもらえる布系のさ、もらえるっていうか、布系の袋あるじゃん。あれとかにアケコン入れて、しょっていくと楽ですよ。まあ、要するに、手提げ袋が欲しいんすわ。試合のたんびに、カバン開けてアケコン出して、試合終わるたんびにカバン開けて、アケコンしまうは結構めんどくさいんだよね。だから、カバンの上側が開くタイプで、開けっぱなしにしてボンって入れたりできるタイプがやっぱり楽。だけど、大事なものとか入ってると危ないから、専用のちっちゃい手提げ袋があるとすごい楽かな。まあ結構やっぱりキャリーバッグがいいなって言ってる人はいますね。キャリーバッグかバックパック系の二択なんですけど、キャリーバッグ系のやつはマーケコン入れやすいし、会場近く行くときゴロゴロ転がしていけるんでかなり楽ちん。だからまあ海外とかね、クソ遠くに行くんだったらそれもありだなって思う。ぼちぼちの感じだったらなんだかんだリックが背負うタイプが楽かなって気はするね。という感じで、なので残念ながらね、昔のゲーマーね、ゲーセンじゃないや、大会に行くときに変な装備では挑んでなかった。ゲーセンの大会に行くときの装備ってなんだろうね。車かな。ゲーセンの大会に行くときの一番のポイントって、誰の車で行くだと思いますね。誰が車出して、誰の車で行くみたいな。まあ、都内だと電車とかなんでしょうけど、地方勢とかは基本車になってたから、まあ、車必須だったな。名古屋にいた時は、結構ね、知り合いの車に乗せてもらってたんで、まあ、たまに俺も車出してたけど、あんまり俺が車出すことはなかったかな。車を出すのはね、もう結構覚悟がいるんですよね。やばいね、いろいろ思い出しちまったな。いろいろ思い出しちまったな。車に絡む話、マジでいろいろ思い出しちまったな。どうすっかな、この話するべきか、否か。よくね、同人格ゲーとかやってた時に多かったんだけど、車出す人がいて、その車に乗って会場に行って、現地でイベントやったり、あとはまあ飯食いに行くっつって誰かが車出して移動するってのが結構デフォルトだったんですよ。ゲーセンじゃないんで、なんか市民会館とかさ、そういうのを使ってやるんで、まあ基本的に車移動になるんですけど、結構ね、車のね、ドア開けてね、壁にガンってぶつけるやつとかね、マジでいて、結構トラブルになってましたね。まあ若かったんでね、みんなね、着いたーっつってガンって開けて、思いっくそ壁にこうドアぶち開けて待てて、あ、ごめん、みたいな。あったな、そういうやつ。マジでいっぱいあったな。しかも、ポイントなのは基本的にみんなそんなに、こう、裕福だったわけではないから、というかその学生とかが多かったから、その、泣き寝入りするしかないんだよね、基本的に。おめえさーって言うしかないっていうか。あと、電車内でジュースこぼすとかは、まあ、やっぱよくありましたね。だから、
ゲーセン仲間とどっか行くときに車出すのはね、結構覚悟がいるんですよね。その車がどうなってもいいというね、覚悟がいる。マジで。どうなってもいいという覚悟がいる。あーでもあれだ。思い出したわ。大会に行くときの装備、あったあった。必要なものあったわ。サントラ。車で行くときの話なんですけど、遠征行くときの話で、車内で聞く用の CD 作成だな。CD 作成だな。なんか、サントラを持ってくとか、CD 持ってくとか、まあ、オリジナルサントラ作るでもいいけど、これはね、結構必須でしたね。プレイリスト。大抵、なんだろう、運転手が用意するんだけど、運転手以外にも、いやーこれみんなに聞こうと思って持ってきたわっていうやつとかいたりして、まあ結構、それは必須でしたね。車で移動するとやっぱ時間かかるから、車内で何するかってのは結構大事なんだよね。その装備はね、結構大事だった。まあ俺が相手だ時とかは普通に、なんだろう、エロゲーソング CD 集みたいな、極端な話ね。そういうやつ聞いて行ってる人とか多かったし、あれはそうだっけ？ちょっと待って、検索するか。ああ、そう、この辺だよな。テニスの王子様のミュージカルの DVD とかね。そういう、なんかね、社内で何を見るかはね、結構大事だった。ナビ的なやつとかで映像が映せる場合は、まあ、それこそ中で見るね。何を見るみたいなのは結構大事だったな。っていうね、装備品が必要。で、さすがにね、同じ空間にみんなに乗って、なんか 4,5 時間とか1日とか車で移動するんで、その見たやつはね覚えちゃいますね。最初は知らなくても帰るときは勝つのは氷点ってなっちゃうから、結構ね擦り込みが発生しますね。はい、まあそういう感じで、アケコンの運び方は特にないんですけど、あんまり面白いのはなかったですね。お便りいただきありがとうございました。